マドリード自治大学は、スペイン・マドリード州にある、公立大学。1930年代末から1975年まで、続いた、フランコ政権末期、スペインの首都マドリードがある、マドリード県にある、公立大学は、マドリード中央大学の一校のみ、スペイン第二の都市バルセロナがある、バルセロナ県にある、公立大学は、バルセロナ大学の一校のみだった。 大学の大衆化や構造改革の必要性から1968年6月6日に布告された法律でマドリードとバルセロナに第二の公立大学をバスク地方のビルバオに初の公立大学を設置することが決定された。こうして1968年にはマドリード自治大学とバルセロナ自治大学が1980年にはバスク大学が設立された。 マドリード州の公立大学はその後も増え続け、今日では、コンプルテンセ大学、マドリード自治大学、マドリード工科大学、アルカラ大学、カルロス三世大学、フアンカルロス王大,大学の6校となっている。1971年以降、メインキャンパスは、マドリード北部郊外のカントブランコに所在する。カントブランコは、マドリード市に含まれるが、マドリード中心部よりも、 アルコベンダスやトレスカントスなどの街に近い。1996年には法学部教授のフランシスコ・トマスイ・バリエンテがバスク祖国と自由の活動家に殺害される事件が起こった。バリエンテの名はキャンパス内の通りに関されている。2014から15年版の QS 世界大学ランキングではバルセロナ大学とバルセロナ自治大学に次ぐスペイン第3位。 2014年のエルムンド市大学ランキングではマドリード・コンプルテンセ大学とバルセロナ自治大学に次ぐ3位2014年の世界大学学術ランキングでは国内2から4位2014から15年のタイムズ世界大学ランキングでは国内4から5位だった世界大学学術ランキングでは数学分野で世界51から75位と高評価された スペインの大学で最も権威のある法学部を有する。2011年のトムソン・ロイター、引用論文数ランキングによると、スペインで最も所属研究者による引用論文数の多い大学だった。カントブランコキャンパスの円形カントブランコキャンパスは、マドリード実地大学のメインキャンパスであり、マドリード中心部より1 5トル北に2.2、 平方キロメートルの敷地を構える。うち0.7平方キロメートルに建物が建設されており、1、3は緑地である。このキャンパスは大学都市として設計され、キャンパス全体は一つの町として完結している。また、フランコ独裁政権に対して学生活動を維持するためにマドリード市が一から離れた場所に建設された。当初のカントブランコキャンパスには、 哲学部、人文科学部、法学部、経済学部、経営学部、理学部が存在し、学長室やいくつかの施設、スポーツ施設などがあった。医学部や、サンタマリーア教員養成学校は、マドリードのダウンタウンにあり、カスティーギャラマンチャ州のセゴビア特ンカにも、教員養成学校を有した。やがて、サンタマリーア教員養成学校も、カントブランコキャンパスに移転し、 教育、教員養成学部となった。また、心理学部、理学部の生物学棟、法律の心学部、政治学別等、工科学校、人文科学、理学図書館、エラスムス寮が建設された。当初から、ある学部は中庭で繋がれた建物内に収容されている。建物の特徴として、警察の手入れの際に学生を守ることができるように、 廊下にある階段の数が多いことが挙げられる。障害を持つ学生の受け入れに問題があるとして、新しい施設は自由に移動しやすい現代的なスタイルで建設されている。スポーツ施設としては、二つのスイミングプール、二つの多目的棟、屋外テニスコート、サッカーコート、バスケットボールコート、パドルテニスコート、ラグビー場、フットサルコート、ビーチバレーボールコートがある。 キャンパス内のその他の施設としては、16のカフェ、食事施設、医療施設、眼科を内包した、薬局、外国語棟、書店などがある。スペイン科学研究評議会と提携しており、キャンパスにはいくつかの研究施設が併設されている。カントブランコキャンパスには、レンフェのセルカニアスマドリードでアクセスすることができる。最寄り駅は、カントブランコウニベルシダ駅である。また、 マドリード地域通勤通学バスでもアクセスすることができる。キャンパスはマドリード交通コンソーシアムにおいて B1 エリアに位置する。1969年に設立された医学部はマドリード市北部のラッパス教育病院近くに位置している。さらにはプエルタデイエロマフダオンダ病院、ラプリンセサ病院、ニーニョヘスース病院、ヒメネスディアス財団病院も 教育病院としてての役割を持っているマドリード市北部のカスティーリア広場に位置するフアン・ルイス・ビベス居住ホールはマドリード自治大学発の居住施設である。130人が居住でき、大学に関連するいくつかの文化的活動を実施している。1989年にはマドリード市北部のミラフローレス・デラシエラにあるラ・クリスタレーラを 居住施設として取得した。会議や集会に使用され、また、夏季講座の際には、使用施設となる。2006から7年時点で、マドリード自治大学は94の博士家庭プログラム、72の修士家庭プログラム、ボローニャプロセスに沿った16の修士家庭プログラムを、提供している。マドリード自治大学は8学部に分かれている。各学部はいくつかの学科に分かれ、 大学内には59学科が存在する。定型校には以下の学校がある。ありがとうございます。